それに電車が結婚式会場になるってことは、つまり…みんな、今日は来てくれてありがとう。永遠の幸せ駅で、私のことしっかり受け止めてね。はるかちゃーん。はい、花里さん、どうしたの？この電車に乗って花嫁姿のはるかちゃんが来るって思ったら、胸が…そういうこと…びっくりした。見てる人の方が落ち着いてる。花里さんっていつもこんな感じなんだ。えへへ、みんないつもごめんね。でも、すっごく素敵だと思わない？ホームに間もなく花嫁が参りますってアナウンスが流れるの。それで扉が開くと花嫁さんが現れて、みんなでいっぱいフラワーシャワーを浴びせて、最後は発車のベルが鳴る中、未来行きって書かれた電車に乗り込むの。想像しただけでロマンチックだよ。なんだかすごく具体的な妄想。本当ですか？お役に立てたみたいでよかったです。妄想が役に立ってる。えへへ、褒められちゃった。これもはるかちゃんのおかげだな。桐谷さんのおかげかどうかはわからないけど、まあ嬉しそうだからいいか。